南薩火山群は九州の薩摩半島南部に分布する火山群の総称である。東部は特にイブスキ火山群と呼ばれ、海門岳などの活火山を含む多数の火山がある。南薩摩市から枕崎市にかけての地域に500万年前に活動した比較的古い火山群があり、非火山性産地の伊ブスキ山地と交錯している。春日鉱山、岩戸鉱山、 赤石鉱山など金を産出する鉱山が散在する。海門竹、池田湖山川湾うなぎ池大野竹、辻野竹、鍋島竹、魚見ミ竹、清見竹、やはず竹、成川盆地鏡池、イブスキ火山群の地形イブスキ火山群空撮。なお、ここに記載されている、アタカルデラは、約11万年前の大噴火を起こした、アタカルデラの位置ではなく、以前の学説の位置である。 イブスキ市付近を中心として、南九州市、鹿児島市、鹿屋市、近郊町にまたがる地域には、アタカルデラをはじめとして、活火山に指定されている池田山西や海門岳を含む20以上の火山がひしめき合う。比較的小規模な単性火山群に加えて、カルデラやマールを起源とする大小多数の円形窪地が見られる。地熱が豊富であり、イブスキ温泉。 うなぎ温泉、ふしめ温泉など多くの温泉地に恵まれ、山川地熱発電所において発電にも利用されている。池田湖の西側には、薩摩藩の時代から金を算出していた大谷鉱山がある。山川町編、山川町市山川町長、中村春夫、2000年。ありがとうございます。